ゲストトークなんですけれども、過去に私ダンスの専門学校に行ってましたよって話をしたと思うんですけど、その時にご指導いただいたですね講師の先生をお招きします。今日は目上の方なのでちょっと緊張モードに入ると思うんですけれども、最後までよかったら見てやってください。本日のゲストダンサーはこの方です。久住先生です。よろしくお願いします。DA 生ビックラ動いてるやろ。DA 生を見てればいいけど私が教えてもらった時で多分もうだいぶ前になと思うんですけど、先生ってちなみに専門学校はいつから教えてらっしゃるんですか？1年2000年だと思う。21年。じゃあもう20年以上大阪の学校なんですけど通って教えられてるってことですか？はい、そう。すごい。20年以上歴代 DA 生を見送ってきたわけですね、はい、すごいことなの。DA 生の卒業生の中でいる先生にインタビューしようと思った人います？こんな YouTube にこうやって出て初めてインタビュー受けるの初めて。初めてうわ嬉しい、初めてでしょって。やったありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。お呼びいただいてちなみになんかこう YouTube に出るっていうのはなんか何を言い出したんだこの子はっていうか抵抗はなかったですか？大丈夫でしたか？抵抗はあったことあって喋るのはそんなに得意じゃないでもまあ呼んでいただけるんだったらこういうのをやっていこうかなと。風の時代だし。わあ、ありがたい。風の時代出ました風の時代でも本当の初めてではないんですよ、こうやって先生とゆっくりお話をするっていうのがね、うん、一回実は飲みに行ったんですよね、うん、もうちょっと大人数で、うん、その時にあの先生のイメージが私も結構ガラッと変わったというかプライベートでこんなにススススしゃべっていただけるからなんだっていう。そんなにさ、しゃべっていただけない先生っているもんなんだねっていつも思うんだよなんかこう接しやすいとかって言っていただけるんだけど何をもって接しにくい先生になるのかなって。みんながね多分学生時代になって18とかじゃないですか、うん、言ってもビビりすぎなんでしょうね、こっちが勝手に受け止めるでもね、今もそう。今もだからこう授業中に友達同士で喋ることが少し時間が経つとみんながやり始めると、はいはいはい、こういうキャラなんだっていうのをこっそりこうやって書きながらこんなおばさんキャラなんだとか、うん、そういう感じで授業中は誰も見せないよね。そう、声を聞かない人もいっぱいいる。みんなちゃんと気を使って受けるんだね今の子たちは。私はそんなに気を使ってなかったかもしれないけどだっていなかった。で本当にあのガチで叱ったのあの風景をまざまざと覚えてる。叱られた話出てきます。確信についてきた。あ、ちょっとあのこれ以上喋れた私がドキドキしちゃうので確信についてあるね。ダンサールーツをね先に聞かせてください。もうちょっとミステリアスというかプライベートがやっぱり謎に包まれてる先生だと思うんですよ、そう言われます。その辺をね今日はやっとこそ聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。初見先生のこうダンスと初めて出会った時きっかけのタイミングっていうのを聞いてもいいですか？なんかコマーシャルソングとかで踊っていたらしくて、はい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 、それでじゃあバレエをやらせようかなと思ったらしい。はいはいはい、うん、じゃあ最初は習い事で子供の時にもう本当に5歳だったらしいけど、小さい時からさ。そうね。習い事は他にされてたんですか？もうバレエはしてないかも。そうしてない、バレエだけだったかもしれない。その後塾だとかやったけど、ピアノももちろんやっぱバレエやってるからやってないし、あ、やってないし、習字もそれも全てものめり込んだのはもうじゃあクラシックバレエもう最初からハマっていったな、うん、あの何の迷いもなくバレリーナになると思ってたんじゃないかな。すっごい小さな研究所だからでも全然無理だったんだけど、研究所だったんですね、うん、あのバレエ団とかではなく、はい、もうほんと集会所で集まってやるようなやつ。その研究所がそれこそあまりに小さすぎてクローズになっちゃって、あれそうなんですか。そう、5年生で、で学校生的にやらなくなって、で中学は普通に卓球部とか入ったけど、まあそんなにももちろん、あ、じゃあ1回までお休みするんですか？そうなの、3年ぐらい、うん、で高校になって受験も終わり、私は何分どこかで何をしていくんだろうと思った時にやりたいことがないとなって本格的に闇に、会社員になるビジョンがどうしてもなくて、はい、何がしたいんだろうってなって、
そう、やむにやみ、本当のやんで、もう自律神経失調症。だから親が本当に心配して、めちゃめちゃ痩せたし。先生でもそんな時があったんですか？そう、だからいつも凛としてるイメージはありますけど。だからまあダンスがなかったから凛としてなかったんじゃない？それで結局やっぱりダンスがやりたいってなって、母親としてはもうやっぱりこうめちゃめちゃ痩せたし本当に心配したから、そこからもうほっとしたのもあり、1年地元でジャズダンススタジオを見つけて、もうのめり込み。そこでジャズダンスになるんですか？そう、そこでジャズダンス、なんかバックダンスさんとかがやってて、その頃スクールメイクというのがあって、ゴーさんとかそういうなんか団体がこうひろみさんとか西城秀樹さんとかっていうところの後ろでこう踊るのがあって、これがやりたいってなって始めたのがジャズダンスなんだと思う。でちょうどねジャズダンスブームの第一次っていうのが出てきてて、足の格好、あのフラッシュダンスみたいな格好、そう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 、おガチでやって、大真面目でやってた。まあ、私が子供の時の記憶であるのは竹富士の CM とかなんですけど、竹富士は膝パッドみたいな黒のピチッとしたやつの中で出てる、そう、あれなんかまだ新しい方の私が始めた後だね。東京でレッスンを始めて、もうずいぶんしてからだよ、あれ。そうだね、うん、このジャズダンスで出会ったおかげで、そのね、思春期の時すごいしんどくなってしまったけども、だんだん回復の兆しが、全然もう180度全然違う。ダンスでそれだけ変わったんですか、性格がというか内面が。そう、全然違う。ただもう急にこうだから、まあ親としてもちょっとそれもそれで心配だっただろうけど、やがてよりはっていう、やっぱこっちに行った振り幅って出るもんね。すごかった。それがすごかったんだ。うんうん、へえ、先生でもそういう時があったんですね。今はね、こう生徒たちからたくさん悩みを聞く立場だと思いますけど。うん、っていうかダンスの力すごいですね。そこまで回復させるっていう。なんかそういうことなのかね。でそこからもうダンスはこうなくてはならないものっていう風になっていくわけですか。今もあるミブロードダンセンター DDC に入って、もうどっぷりです、一日中いる。その頃は海外からアメリカ人の先生を毎回呼んでっていう、もう斬新極まりないスタジオで、最高ですね。まあ上手い人しかいなかった。うわー、レベルが高かったんだ。そう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 、なんかタネとか大阪の人からしたら、ただでさえ東京のダンサーの方ってジャズのスキルが高いっていうイメージがめちゃくちゃあるんですね。そうだから、あ、やっぱそういうとこでやってたんで、しかも海外から先生が来てくれるってすごいいい環境ですよね。めちゃめちゃいい環境。ずっとそういうスタジオとしてやってらして、ここからだんだん育ってきた日本人の方も先生になってって、で私も先生させてもらってっていう、へ、うん、いろんな海外の方の刺激も受けて、もう先生になるっていうのはもう迷いなく、迷いもなかったね。だってそこで先生になるってやっぱり名誉だと私は思ってたし、でもだからずっとアメリカ人の人と接してるからお友達にもなるし、だからアメリカに行った。あ、そっかそっか、うん、そこでも身近にそういうアメリカの方がいらっしゃるから抵抗もないわけですね。全く留学っていう形で行ったんですか。そうね、別に学校に入ったわけじゃないけど、向こうのスタジオでだけ同じ感じよ。アメリカに行ってもスタジオでずっとレッスンしてるっていう。場所はどこですか。ニューヨーク、ロサンゼルス。結局長く行ったのはロサンゼルス。あ、そうなんですね、うん、それはなんか理由があるんですか。ニューヨークとロサンゼルスの違いと良さみたいな。ニューヨークは10から20歳の時に3ヶ月ぐらい行って、それだったんだけど、ロスに行ったのはクラブでマドンナのコンサートを見て、それが流れてです。それは衝撃で、またそれが来たの。マドンナか。流れてたってことはもうとっくに日本にも来てて、だ知らなかったんだろうけど、私がロサンゼルスとかでもずっとジャズダンスを長く続けていらして、ずっともう一本ですか、なんていうか、まあ、ジャズダンスも今種類がたくさんありますけど、先生の教えてるジャンルっていうのは一括りにもジャズっていうジャンルで言ってしまっていいですか。私はリリカルジャズだと思う。リリカルジャズ、うんうん、アメリカで言う。あ、そうなんですね。歌詞にちょっとこう乗っ取ったとは言われるんだけど、まあ、簡単に言うとスローテンポのバラードで踊るのを大体そういう感じで言う。そう、
ートなんだけど、なんか体の結構使い方とか手の長く見せ方だったり、なんかもうストレッチからもう踊ってるみたいというか、多分あの先生のクラス受けた子は分かると思うんですけど、もう最初のこうストレッチから結構奥深いというか、細かい体の使い方の要素がたくさん入ってて、めちゃくちゃ勉強になるなって思った子はたくさんいると思うんですけど、そういうのもこういろんな先生から学ばれてストレッチとかも作っていたんですか？アメリカに行った時の友達のをもうほとんどそのままやらせてもらったりだとか、うんうん、たくさんでもレッスン受けてきたんですもんね。それはもうめちゃめちゃ受けたね、うん、先生でもねそうやって毎日のように踊ってる時があったんですね。もうみんな頑張ろうそんなにたくさん刺激ある人たちと海外の方ともたくさんお付き合いがあって、なんかこの人はすごい印象的だったなっていう、こう出会いだったり人だったりなんか作品だったりありますか？やっぱりロサンゼルスに行って、はい、もう25過ぎてたけどスカラシップ生だから二十歳前とかなの。まあ感動したよ、本当に感動した。年下のその子たちがもう素晴らしくて、なんかもう表現力っていうのはこういうことかっていう、泣けちゃう。へ、うん、それ以来あんなに感動することはないね。でもレッスン中に感動するってことですか？レッスン中にやっぱり先生見てなんだろうって思ったこともあるし、パフォーマンス見て本当に素晴らしいと思った子もいたね。へ、あれはやっぱり日本に行く前も帰ってきてからもやっぱ残念ながらないかも。そこを超えるものがないんですか？ないね、ない。へ、うん、それ今でも体験できるのかしら、なんかそういう無理じゃないかな。あ、どうなんだろう今ね、アメリカどうなのかね。すごかったよ、なんか本当はやっぱりメンバーが良かったんじゃないのかな。うん、海外経験っていうのはじゃあもう先生からしても良かったなというか、もちろんもうダンスをね続けていきたいとか悩んでる子がいたらおすすめしたい環境ではあったりしますか？そうね、それはやっぱり絶対そうね。ですって。でもされていく子はやっぱり今行けないし、そうなんです、アメリカに行きたいっていう子は本当にいないよ最近。そうなんですか。今何、やっぱ韓国が来てる。ああそうなんだ韓国が来てるのが人気ですよね、うん、今ね、うん、早いですよね、やっぱこのダンスシーンのこう流行ってるもののスタイルっていうのがね、うん、こういう時代もあったけど今あんまりないのかとかね、うん、ありますよね。私ずっと最近は邦楽、邦楽、うん、やっぱり日本人のアーティストもすごい才能ある人すっごいいっぱいあるなと思って。日本の楽曲も確かに今すごいですよね。やっぱすごいよね、注目されてますもんね、うん、いろんな国からも上手になったし、え、何この音っていう、日本のアーティストなんだみたいな、うん、面白いですよね、うん、さあ、なんかここからね頭の方に言われた私の叱られた話をちょっとで私がでも記憶から今抹消してるかもしれない。めちゃくちゃ叱られた時って、私何で叱られたんでしたっけ？今日はここまで、次回も見てな、ほな。